NHK 大河ドラマどうする家康解説。小田原征伐、北条家滅亡。天正18年1590、豊臣秀吉は天下統一を目指して最後の敵対勢力である北条家に決戦を挑みます。北条氏政とその息子の氏直は小田原城に籠城し、秀吉の大軍に抵抗します。しかし秀吉は総大将として指揮を取り、全国から集めた15万の兵力で小田原城を包囲するのです。一方、徳川家康は秀吉の命令で関東に進出し、北条家の市場を次々と攻略していきます。家康は秀吉に忠誠を誓っていますが、内心では自分の野望を抱いています。小田原征伐について解説していきます。天正8年1580、関東の覇者北条氏政は息子の氏直に家督を譲り隠居します。しかし北条氏政はまだ政治の実権を握り、外交や軍事などを指揮します。氏直は父の意向に頼りながらも自分なりの道を模索します。解説、沼田亮。沼田亮は武蔵、信濃、越後、甲斐、会津へ抜ける街道が集まる交通の要衝であり、北関東における軍事的に最重要スポットでした。当初は真田家が治めていましたが、武田家の滅亡とともに織田家の滝川一益が治めるようになります。本能寺の変で織田信長が討たれた後は、旧武田領を徳川、上杉、北条家と真田家など旧武田家臣たちが争った天正神武の乱が発生。その際、真田昌幸は沼田領を取り戻し、保持し続けるために上杉、北条、徳川家と幾度も寝返ります。徳川家に仕えて沼田領を治め続けられると考えていた昌幸でしたが、天正神武の乱の和睦の際、沼田領を北条家に譲渡することになってしまいました。これに怒りを感じた昌幸は徳川家から離反して上杉家に従属して沼田領の受け渡しを拒否します。北条、徳川軍が攻めても沼田領を守りきるのです。なかなか沼田領を手に入れられない北条家は、豊臣秀吉に働きかけて沼田領を手に入れようと考えますが、一方、九州平定後に天下統一へと目を向ける豊臣秀吉は北条家を最後の敵とみなし、関東への進出を計画します。天正16年1588、4月、秀吉は御用瀬天皇を自らの屋敷聚楽台に招き、天皇の意向で全国の大名たちに服従を求めます。秀吉は北条氏政、氏直親子にも行幸に参加するよう要請しますが、北条家はこれを拒否し、使者すら送らないのです。これに激怒した秀吉は北条家討伐の準備を始めます。都では打倒北条の声が高まります。ここで動いたのが北条家と縁がある徳川家康です。北条家に対し上洛するよう働きかけを行い、5月には北条家に起請文を送っています。内容としては、北条氏政、氏直について秀吉に讒言しないし、北条家の領地は一切望まない、今月中に氏政の兄弟の誰かを上洛させる、豊臣家への出資を断るのであれば氏直に嫁いだ徳姫を返すべし、離縁させるというものでした。天正17年1589、8月、北条氏政は秀吉からの説得に折れて弟の氏徳を上洛させます。氏徳は秀吉に対し北条家の忠誠を誓うとともに、真田家と争っていた沼田領の返還を求めます。秀吉はこれを受け入れますが、内心では北条家の不信感を募らせます。天正17年1589、9月、
沼田領の問題は北条家と真田家の対立を深めることになります。やがてこの地で起こる悲劇が北条家の滅亡へとつながっていきます。そして11月3日事件が起きます。沼田城代の北条出身家なる猪俣が偽の書状で名ぐるみ城代鈴木重則家臣を上田城に誘い出した隙に名ぐるみ城を占拠するのである。この名ぐるみ城事件については北条家の仕業という説以外に真田家が沼田城を合法的に得ようと北条軍を挑発して攻めさせたとも、豊臣秀吉が北条攻めの大義名分を得るために策略を練ったという説もあります。秀吉は北条家に服従を求めるため九州平定後に出した総武辞令を再発します。総武辞令とは大名同士の争いを禁じ領土紛争の裁定は秀吉が行うというものです。総武辞令を破ることは天皇に反逆することでもあったのです。秀吉は北条家に対する怒りを抑えきれなかった。かつては氏政の上洛を条件に沼田領を譲渡したのに、今やその約束を破り沼田城を奪還しようとしている。秀吉は北条家の許しがたい背信行為を厳しく非難し、沼田城の返還と関係者の処罰を要求した。そして氏政に対しても強く迫ります。しかし氏直は秀吉の圧力に屈しなかったのです。氏直は沼田城攻略は名ぐるみ城事件への報復であり、名ぐるみ城の城主が裏切って北条家についたことが原因だと主張した。名ぐるみ城事件は我が家にとって不名誉なことだ、それを許すわけにはいかぬ、沼田城は正当な戦果だと主張します。これを受けて秀吉は11月に氏政が上洛しない場合は来春に北条家を討伐するという先触れを徳川家康に通知します。家康は再三の仲介にも耳を貸さなかった北条家を見限り秀吉につくことを決意。12月に上洛して秀吉と小田原征伐の準備をするとともに、翌1月には三男の長丸秀忠を秀吉に人質として差し出しています。一方の北条家は秀吉の動きを察知しており、小田原城を修築拡張し守りを固めて持久戦の準備を進めます。さらに山中城や韮山城などを修築し戦に備えました。小田原征伐には豊臣軍が約21万の大軍を率いて小田原城や北条方の市場を攻めています。一方の北条軍は6万兵で小田原城に籠城します。天正18年1592月、小田原征伐が始まります。まずは箱根の山中城を豊臣秀次や徳川家康などが大軍で攻め落とします。本隊は4月上旬に小田原に到着し、約10万の大軍で小田原城を包囲するとともに海上に軍船を配備して海上封鎖も行います。小田原城の孤立化を狙いました。例えば北条氏が籠城する韮山城は家康の説得により海上、下田城は水軍部隊の活躍で落城しました。秀吉は小田原城を包囲してもなかなか降伏しない北条氏に苛立ちを募らせていた。そこで彼は秘密裏に石垣山に城を築くことを思いつきます。石垣山城は小田原城の西方にあり、北条氏の動向を見張る絶好の位置でした。秀吉は約4万人の兵士と職人を動員し、約80日間かけて総石垣の堅牢な城を建設します。しかし築城中は北条氏に気づかれないように林の中に隠れて作業し、堀や炉の枠組みに白い紙を貼って壁のように見せかけます。そしてある夜、
周囲の木々を一斉に切り倒し、一夜にして城が現れたかのように見せつけるのです。北条氏は石垣山城の出現に驚愕し、恐怖と絶望に打ちひしがれます。小田原城から石垣山城を見上げる北条氏直は、これはまさしく天命だ、我らはもはや抗えぬ、つぶやいたと言います。伊達政宗も秀吉に臣従します。かつては北条氏と同盟を結んでいたが、秀吉から小田原征伐への参加を求められ、北条氏と豊臣氏どちらにつくべき格納をした政宗だったが、豊臣方の浅野長政から熱心な説得を受けたことで豊臣氏への忠誠を選んだのです。しかし政宗は会津の黒川城から出発して小田原に向かうまでに時間がかかり、他の大名よりも遅れて到着してしまった。政宗は白装束に身を包み、死を覚悟して秀吉の前に現れます。秀吉は政宗の姿と言葉に感銘を受け、試算を許します。しかし秀吉は政宗に対しても厳しい処分を下します。小田原城が落ちた後、秀吉は政宗の領地を減らし、東北の覇者としての意向を削ぎます。6月24日、秀吉は黒田官兵衛と滝川勝利を使者に降伏を勧告。そしてついに7月5日、北条氏直が降伏を勧告し、自身の切腹と引き換えに城内の兵士たちを助けるよう訴えました。こうして小田原征伐は終了し、秀吉は天下統一を果たしたのです。北条氏滅亡、家康は関東を終えます。降伏後、北条家はどうなったのでしょうか。北条氏政と氏輝、重臣の松田紀秀と大道寺正成は戦の責任を取って切腹。一方、切腹を訴えた北条氏直は徳姫の婿だったこともあり、高野山への蟄居を命じられます。翌年8月には秀吉に許されて1万石の大名に。ところが疱瘡により体調を崩し、11月に30歳の若さで病死しました。北条氏則は同じく高野山に蟄居していましたが許され、川内国、大阪府の河内郡や丹南郡合わせて9000石弱を得ました。息子の北条氏盛は氏直の遺留分を得て、江戸時代に初代狭山藩主に就任。その子孫は明治維新まで狭山藩主として名を残しました。